東京に行った正竹はすごいですよ。環境を変えるということはそれだけその人の成長を促すことにつながりますから、甘える場所がないわけですよ。東京に行くと、もう東京でやるしかない。退路を断つということは一つ人の成長に必要なことです。はい、沖縄に残った正竹、まずですね、正竹は沖縄でできることをまず何も本当にちょっとしかできてない本当に、うん、それをできたと勘違いしてたんです。それこそラジオをこのやってることによって今日のテーマであります天狗になってたみたいな部分もあって、だからこそ東京行ったらなんとかなるって思ってたんですよ、正竹、うん、でも沖縄には本当にもっとできることはたくさんある、うん、逆にそれを気づくか気づかないかで今後の成長の仕方は変わってくるんです。だから沖縄をもっと知って沖縄できることをやるべきなんです、うん、おー、いっぱい、いいね。東京の正竹は、いいよ、うん、もういろんなね芸人さんのライブとかありますよね。周りにいるのは優しい先輩ではなく、これからお前よりも前に行ってやろうという同世代のバチバチの人たちと出会うでしょう。そうすればそういうやつらに刺激を受けて今までになかった正竹も見えてくるかもしれない。そこが東京の正竹のいいところです。はい、沖縄に残った正竹、まずですね、まず正竹というもうに僕という人間はですね、まだ正直人とのなんかその切磋琢磨とかっていうなんだろうな、このそこの関わり方とかをもうまだ正直学べてないんですよ。だからもっと沖縄の先輩に胸を借りて学べることをもっと学んでいかないといけないんですよ。自分たちの力でってもちろんそれも大事なんですけど、もっと周りをもっと使って周りの人たちにこの自分の弱いとこさらけ出して得られるものもたくさんあると思う。それを沖縄でまずはやっていこう、そういう気持ちが大事だと真っ先は思ってます。もう一旦いける？どうする？もう一旦大丈夫です、いけます。もう短めだ、短めだ、もう、はい、東京の正竹は、まあ、いろんなね新生活とかにも揉まれながらやっていきます。そこで沖縄の先輩たちもね東京にはいますから、そういう人たちの胸を借りて、で正竹は成長していけると思うんですよ。で親元を離れる、自分の身近な人から離れるっていう過酷な状況こそ人を育てるんじゃないかと思います。はい、沖縄に乗った正竹はいまずはい、沖縄に残ることによって逆にですよ、逆にたくさんの今まで関わってきてた人たちみんなに注目されながら今こう宣言したことをやっていかないといけない、うん、逆に厳しい環境にあると僕は思ってます、うん、そういう環境の中でこれからいかに頑張っていくか、これは本当に僕自身正竹自身のもので、その僕が決めた沖縄に残るで、それが本当に最善の策だと思ってこれから頑張っていきたいと思ってます